塩田ビレッジ水泳 YouTuber なべっちのお家でお家なべっちのところでバーベキュー。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ようこそいらっしゃいました。なべっちです。水泳 YouTuber なべっちです。どうもよろしくお願いします。今日はバーベキューなべっちです。あ、ちょっとまだ見せられないですね。後で撮ってください。見て見て、でっかくない？じゃあ行きますよ。どーん、じゃじゃん、うわー、おいしそう。ただいま調理中でございます。いやー、バーベキュー YouTube の話。はい、水泳はどこ行った？バーベキューのコンテンツは上げておりません。夏限定。はい、質問をかけてますんで、じっくりね、やります、はい、お願いします。楽しみだ。では、はい、こっちは何？こっちが、じゃじゃ、わー、私が持ってきたキミとエビちゃんが具合にもうね、火通ってると思うんで、油がやばいですよ。本当だ。こっちの木なんだ。これ杉ですね。でこれプランク焼きって言って木の上に乗っけてそのまま焼いちゃうんですよ。燃えないのこれ？で、も多少焦げるんですけど、その煙が出るんで、それでスモークする。杉の香りがついてるはずです。いや、何それ、めちゃめちゃ美味しそうじゃん。はい、こっちが木の上です。旅館みたい。まあ、脱いだ方がいいんだよね。よいしょ。あ、お邪魔します。お、はい、なんか来た。ダダーン。わー。お祭りでございます。レストランや。レストラン千代田ビレッジ。レストラン千代田ビレッジ。シェフ。のお酒がですね、島根県の、発泡性日本酒でございます。え、日本酒なの？です。どうして島根県なんですか？私の妻がですね、島根県出身でですね、お土産です。はい、おーい、おーい、はい、はい、かわいい。まずは乾杯。うん、あ、本当は日本酒だ。甘いね。甘いね。ちょうどいいかなと思って、確かに。ありがとうございます。おかけください。チーズいただきます。パプリカのチーズ。安定の美味しさね。合うよ、日本酒とチーズって合うんだね。オープン。じゃじゃーん。はい、チーズ。よいしょ。うぃー、わー、素敵。よいしょ、よいしょ。はい、じゃあ次どうだ。うぃー、バッシュバッシュバッシュ、イエーイ。ちょっと下が見えない。はい、よっよっよっ、イエーイ。うわ、油がすごいぜ。本当だ。おお、ここ見て。すごい。
ただきます。ふわふわ、いい塩梅です。めっちゃうめえ。ねえ、塩加減もいい感じ。めっちゃうまい。めっちゃうまい。超うまい。やべ、やばいです。やばいです。いただきます。うん、ワイルドだろう。オープン。オープン。少しだし物をかけたんでいいと思います。鶏の胸肉でございます。よし、はい、まだダメだよね。ベーコン絡めます。これ仕上げが美味しいですよ。うん、東京2020。頑張れ日本。頑張れ日本。いただきます。ビールスタンバイ。いただきます。うん、柔らかい。うん、すごい香る。めっちゃうまい。すかさず、頑張れ日本。私はもう頑張れません。はい、どうぞお願いします。いきますよ。あっちないですね。すげーね、どうかしました。よいしょー。で、こっちもこっちも、またベーコンとは違う香りでいい感じ。ありがとうございます。つまみだ。うい、でかっ。まだこんだけありますよ。どんどん食べてくださいね。食べれるかしら。いただきます。はい、どのシャンス。イエーイ。ありがとう。いただきます。こい、いいお待たせしましたー。わー、なんか来た、でっかいの来た。バーベキューでございます。すごい。バーベキューソース、バーベキュースパイスで焼き上げました。いられてください。切ってよ。豚を切ってよ。こんな感じです。で、鶏はかぶりついてください。はい、じゃあ鶏切ってもらったのに鶏。
甘いスパイシースパイス、うん、スモークの香りがすごい美味しい。豚の勝ち。何よ。なんか痛そうな顔してこっち見やがって。チャンネル登録よろしくブー。頑張れ。おお。やりました。日本勝ちました。決勝がスペイン。牛。オープン。あ、次。いただきます。こんな感じで。どん。わー。おいしそうだね。これでちょっと休ませます。はい。お汁を使います。鍋っちの。チャンネル登録者数が700人記念ちょっと半端いきまーす。プピンっていつだったかな。600あ、間違えた。200 299人ね。いくよ。ピッ。700人。イエーイ。イエーイ。乾杯。サッカーの日本勝ったからじゃなくて。700人記念です。ありがとうございます。はい、肉肉。千人じゃないけど700人。ね。ということで、肉を切りますよ。よろしく。抜けてるかな。汁が取れてるの。こんな感じです。はい。切ってるそばから。和牛ランプでございます。イエーイ、和牛ランプ。いただきます。和牛ランプですね、これは。うん、美味しいよ。やらかい。うん、うまい、うまい。ちょっとください。以上、千代田ビレッジでバーベキューでした。チャンネル登録よろしくブー。水泳大好き教室もよろしくブー。